公共株式会社、ツポレフ、英語、JSC ツポレフ、単にツポレフとも、は、ロシアの航空機メーカーである。ソ連時代には同国を代表する、航空機設計局の一つであった、アンドレイ・ニコラーヤビチ・トゥーポレフによって創設された。球場は公開株式会社ツーポレフで、2014年の、法改正を受けて公開株式会社から、公共株式会社に移行し、 現在の名称になっているは従来、ツポレフと表記されてきたが、現代におけるロシア語のカタカナ転写一般の例に沿って表記を更新すれば、トゥーパレフ、トゥーパレフ、トゥーパリエフ、トゥーパリフなどと表記されるのが妥当である。アクセント1に、超音記号を用いるか否か、家の発音に当たるの転写を家とするか、えとするかなどについては役者によってブレがあるものの、 少なくとも、を、つと表記することは現代では一般的ではない。これは、ラテン文字転写では、つとなることからも明らかであるように、つという発音ではなく、現代では、とと転写されるのが一般的である。したがって、スポレフという表記は、航空機名カー名に限った、慣例的な表記であるとみなされる。965代二次世界大戦前は、同設計局は、 I-4 などの戦闘機や TB-3 などの爆撃機を開発、生産していたほか、各種実験機や記録機を開発した。終戦後は、つ -16 やつ -95 といった主力爆撃機を生産するほか、需要の拡大した旅客機を多数製造し、東側諸国を代表する旅客機メーカーの一つとなった。冷戦中には、可変翼の爆撃機などを設計し、 ソ連軍に採用されている。冷戦後はロシアをはじめ旧共産圏の航空会社は、西側製の機材を調達することを一つのステータスのように見なしているためか、つマイナス204などの新型機は、市場の中ですっかり渦漏れている状態である。しかしツポレフ社公式サイトによれば、米ロ政府間の契約に基づき、 1994年から、ボーイング社と超音速機に関する共同研究を行っているほか、つまイナス204.214324.334の各機種のエンジンに関して、プラットホイットに、ロールスロイスの各社と提携しているように、近年は西側の航空関連企業とも提携関係を強めているようである。またつまイ204から120に関して、 エジプトのシロッコやロスペース社とも提携しており、今後の経営方針やあり方について模索している様子も伺われる。冷戦時代は各共産国がツポレフやイリーシンといったソ連機を保有していたが、ソ連が崩壊し、ボーイングやエアバスといった欧米の旅客機が世界で多くを占めるようになった。現在では日本でツポレフ機を見られる機会はかなり少ない。それでも北九州空港に 定期チャータービンとして、スマイナス 154M が飛来しているほか、元共産圏であった国家の洋人専用機に使われていることもあり、その来日の際に見ることができる。スポレフは、航空機や兵器システムなど民用、軍用の航空宇宙製品に関する開発製造、及び分解検査のほか、ミサイルや海軍航空部門の技術開発も手がけている。 これまでに300を超える事業を完了し、1万8000機を超える航空機がソ連はじめ共産圏に供給された。1922年、アンドレイ・トゥポレフによりツポレフ設計局が創設。ソ連の設計局では、航空学研究と航空機設計のみ行い、製造は他で行う。1920年代に全金属飛行機に関する研究に着手した。 アントマイナス20、1930年代の最大級航空機。第二次世界大戦では、金属製の機体にエンジンを左右に搭載したツマイナス2が、ソ連の最高級の前線爆撃機として活躍した。1942年に製造が開始され、数度の改良を重ねつつ多数生産された。戦時中、金属が不足するにつれて、後部胴体を木製に変えたものも誕生した。 ソ連にとって初の大陸間戦略爆撃機の基盤となるツマイナス4を開発、1947年に初飛行し、多数量産された。これは1945年、日本攻撃の機とソ連に着陸した3機の米国ボーイング車整備 E-29 を基本的にほぼそのまま製造したものであった。その後、ツマイナス16の開発に引き継がれた。ツマイナス16は、 後退翼により、アオン速性能を実現したジェット爆撃機である。劣悪だったターボジェット機の燃料効率改良を図るため、新たにターボプロップエンジンを採用したス2 0爆撃機を設計。同機種は、ボーイングの B-52 に匹敵する、大陸間飛行が可能かつジェット機並みの性能を備えた、ソ連製大陸間爆撃機の決定版となり、偵察。 つマイナス16は世界で2番目のジェット旅客機つマイナス104に発展するツマイナス104はイギリス製旅客機デハビランドコメットが墜落事故を起こし運用が中止されている間運用されていた唯一のジェット旅客機であったイギリスのコメットが金属疲労により連続して空中分解する大事故が多発したのに対しツマイナス104は元が 爆撃機であっただけあり極めて安全な運行を続けた。つイナス九95はターボプロップ機で史上最速を記録したつマイナス114中長距離旅客機を生み出す石を築いた。1960年代にはつイナス二22超音速爆撃機を生産した。警部門は設計局内でつイナス百139やつマイナス,ス143偵察機といった。 無人航空機などを設計する任務を追って組織された。スマイナス144超音速旅客輸送機また1960年代からは、アンドレイ・トゥーポレフの息子、アレクセイ・トゥーポレフも主導権を握るようになる。彼は、世界初の超音速旅客機スマイナス144や、有名な旅客機スマイナス154、中距離戦略爆撃機スマイナス 22M の、 開発などに関与した。これらすべての開発により、ソ連は戦略的軍用、民用ともにシガー諸国と同等の飛行ができるようになった。1970年代、ツポレフはツマイナス -22M 爆撃機の性能改善に労力を費やした。これら爆撃機が大多数となってきた当時、軍縮を図る目的でソルト愛情約とソルト通常約が作られた。また、 つまいなす154も改良され、より効率的な性能となった、つまいなす 154M を完成させた。1980年代、つマイナス160超音速戦略爆撃機が開発された。可変交代翼が特徴で、当時の西側機よりもいくつかの点で優れていた。しかしながら、ソ連崩壊によりその開発が遅れる結果となった、冷戦終焉に伴い、 ツポレフの研究はアオンソクの民用航空機に集中し、主に経済運用と代替燃料について行われている。現在、ツポレフでは次のような事業が行われている。機体の多くはツポレフ設計局により設計された。つまりナスギのように大活躍したものもあるが、多くは設計、試作段階で打ち切られ、軍事戦略や政治情勢の変化とともに破棄されていった。 スポレフの核機体は西側諸国においてもなどが付けたコードネームにより知られるようになった。ありがとうございます。